はい、こんにちは。こんにちは。フライボーです。長々と。さあ、もう都合何回目ですか？6回目5回目、数え間違いがないけど6回目、6回目ですか。あの、本当は2本くらいでまとめようねって言ってたんだけど、まとまるわけがない、まとまるわけがないんですよ。あの、2本分撮ろうかって話がいつもより3倍になりました。いつもだいたい本体、本編に入る前に 1,2 回使うよね。そうそうそう今回は本当にいい例だね、うん、だって初っ端のあれだもんね。2曲、第1回っていうか、このテーマの第1回の時に2曲ぐらい解説して終わっちゃったからね、うん、そうだ、うん、あのよし、悪い癖です。やろう。あ、今回さすぎです。今日は、今回で終わろう。あ、終わりますか、うん、ですか。終わっていこう。秋虫です。俺次第ですまあ俺も悪いんだけどね、止め役として仕事をなしてるそうです、問題は。さあ、はい、ということで前回ね、お話ししてたのが、第5陣のライブでやりました、うん、ハードロック、ヘビーメタルメドレー、うん、メドレーの話をずっと続けております、うん、かれこれ4回、5回、6回と、うん、前回ね、前半やったんですよ、うん、老人形まで、老人形の館まで行ったんです、うん、あのその前にね、いろいろちょっとうるっときた話とか、うん、しながら思い入れのある曲を、で4分の1ぐらいプロレスの話そこがいけないんだな。そこか、うん、プロレスの話出たら、うん、あの基本的には俺止めるから。ただプロレスファンって数多いぜ。あ、もう止める。嘘もう止める。そう、一回止まろう。あ、一回止まっていく、うん、で、そう、老人形の館をやって、そう、あのね、急ピッチで曲やったんですよ、うん、これがね、アンケートには書いてなかったのかな、ヌーノベッペンコートエクストリームの曲なんですけど、うん、僕使ってるギターが、うん、ヌーノベッペンコートモデルってエクストリームのギタリストの、うん、シグネイチャー、うん、要はモデルだよね、モデルですわ、うん、それ使ってて、で前にね、アンケートには書いてなかったんだけど、タイバンさんから、うん、お前とは言われないけど、うんうん、まあ、ニュアンス的にね、うん、お前ヌーノのギター使っててエクストリームの曲やらんのはどういうこっちゃの、うん、あ、そうね、うん、おかしいだろうと。お前とは言ってないけど、ニュアンス的に、ニュアンス的に、うん、本当はそんな、うん、面白おかしく膨らまして、うん、で、そうっす。で、じゃあ今回、じゃあハードロック、ヘビーメタル、メドレーなんて、うん、1曲はエクストリーム入れなきゃと。さあ、じゃあ名曲揃いですよ、うん、エクストリーム、俺からすれば。そうだ、そりゃそうだ、名曲揃いなんてどれをいくかと。したら、ベースとギターが両方見せ場があって楽しいやつ、うん、と、キューピッツ Z なんですよ、うん、本来、これちょっと縮めてるんだけど、本来2分半、3分近く、うん、ギターとベースがユニゾンでずっとリフ回しやるんですよ、うん、それのちょっと美味しいところをちょっと拝借しまして、うん、拝借いたしました、うん、楽しかったですわ。覚えづらいんですよ、うん、でもね、面白かったよ。これ面白い曲ですよ。で、リズム的にはほら、だいぶちょっとこう今までにない跳ねる感じ。そうね、うん、その跳ねのリズム、俺ほら、ある意味そこら辺は聴いてはいるけど、うん、そんなに外で弾いてる曲ではないんで、うん、ちょっと違う一面見せられるかなっていうのはあったんですね、うん、普段こんなんですよ、趣味の、うん、タズゲーとしては、うん、フーレイボーのタズゲーとは違う趣味のタズゲーを見せる感じで、キューピッツで入れまして、キューピッツは死んだんだのかな、単純に。そうだね、うん、そうそうそう、そうだから恋愛成就しないんだろうね、そういう、そういうニュースなのかな。なんか歌詞もね、ラップ調なんですよ。あれ、歌詞あるんだ。歌詞あるんですよ。知らなかった。でもずっと同じのって、タララ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 ラずっと追っかけてて、息継ぎがないんですよ。で、息継ぎするところだけ、そのヌーノが歌って。タララ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 ラ、面白いんですよ。もう、ぜひ、今話題の動画なんとか共有サイト、キューピッツって、ちょっと探ってもらうと。面白い映像が見れます。それは知らなかった、うん、やってたのに今知ったわそうなんです。で、次に名曲ですわ。
ヴァンヘイレンの1983年に発売された1984っていう、うん、ややこしいねあのちょうどあのあれですよ、マイケル・ジャクソンのスリラーはアルバム名、アルバム名か、アルバム名なのかな、うん、スリラーが出た時にほぼ同時に出てて、だからワンツーがずっとあのマイケル・ジャクソン、あ、ジャクソン、うん、マイケル・ジャクソン、うん、ヴァンヘイレンでずっとビルボードを覚えてる。だけどそのマイケル・ジャクソンのスリラーの中のビート・イットはこのヴァンヘイレンが弾いてるっていう。ああそうか、あービート・イット、そうか、そう、ビート・イットはそうなんですよ。マイケル・ジャクソンは結構出てくるよね。そうなんですよ。だってあの人も弾いてるね、オリアンティそうだし、あのなんて、アオリアティじゃねえや、アオリアティはだいぶ後だけど、後だけど、なんだっけ、スラッシュ、あとスラッシュ、うん、スラッシュ、レコードっていうか CD の時はスラッシュだと思う、うん、ブラックはホワイトの、結構あのゲストプレイヤーっていうか出てました、うん、なんかこの時も裏話はあるんです、なんかエドワード・ヴァンヘイレンに、うん、高い音でキュンキュンキュンっていうソロを弾いてほしいみたいな感じで、うん、なんかマイケル・ジャクソンからオファーがあって、うんうん、したらなんかあの複雑回帰のあの本当難しいんですよあのソロ、ああそう、うん、もうあらゆるテクニックが詰まってる16小節、面白い曲なんで、あの、まあ、ホットボティーチャーも、うん、あのそのずっとこう出してる、そうそう、タッピングでずっと弾くんですけど、うん、あのその前のドラムも面白いんだけど、タツ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 、ジャンプ知ってるでしょ、ジャンプってね、有名な曲があるんですよ、あのね、キムタク主演のドラムのオープニング曲だった、あ、そうなの、ブレインズ、おお、じゃあ綾瀬はるかとかじゃ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 って曲があって、それが入ってるアルバムな、うん、ああそうなの、そう、の B 面の1曲目です、あーあの B 面、そう、あれが B 面だったんですよ、うん、A 面の2曲目がジャンプで、うん、B 面の1曲目がホットボタン。ああ、そうだったんだ。B 面ですわ。時代ですな。恋をしてですよ。あ、そういう放題だったんだ。うん。恋をして。あれ、そんなタイトルの曲なかったっけ ?B、あ、それあれだ。A 面で恋をして。急にそっち俺、ホットボティーチャーはそういうタイトルだった、うん。ホットボティーチャー。あ、そう。放題もホットボティーチャー。ホットボティーチャーってどういう意味なの？だから熱い先生。いやだから先生に恋をしてみたいな気がする。あ、そういうことなんだ。っていう意味にも取れる。ああ、なるほどね、うん。お熱を上げてみたいな感じで。じゃね、そういう訳し方もできる。英語って英語の訳って難しくてな、ここの2つ3つの単語だけじゃね訳せないよね。NWO ニューワールドオーダーを新世界創造だからね。あ、ごめん話してる。またそっちの話、そっちの話、じゃあ止める、ストップストップだよね、ダブルオーです。